一回上の方ですね、失礼します。はい、今回の章ですね、ご覧いただきますと、それほど大きな歯並びの型付きなどはありません。色合いもそこまで変色が強いとか、そういった大きく目立つものではないんですね。ただ細かいところに注目していただきますと、もともと入っているセラミックですね、その色合いだったりとか、あとは歯の角度ですね、隣の歯の角度が斜め向いているであったり、非常に細かいところの歯のバランスというのが、崩れている状態、こういった歯並びになっています。今回はですね、この歯並びを左右対称ですね、しっかりきれいな仕上がりにしていこうということで施術をさせていただきます。そういった変化に注目してですね、ご覧ください。ちょっと書いてください。今回は上の歯ですね、8本ですね、施術していきます。実現がですね、右の前からこっちの4番目ですね、3番目まで4本ですね。こちらもセラミックはすでに入ってますので、この部分は新しく入れ替えていくのと、それと合わせて両サイドですね、で見える範囲、4番目から4番目で、ね、しっかり、綺麗な歯並びですね、お作りしていきたいと思います。噛んでください。噛んで、はい、で替え直させてます。上の歯ですね、8本ですね、4番目から4番目ですね、仮の歯を装着してます。術前の、ね、ブリッジの部分ですね、それをきれいに除去をして、あと両サイドの歯もしっかりね、形を整えて、8本、4番目から4番目左右対称に、ね、バランスを取れるような形に仕上げさせていただいてます。はい、噛んでください。はい、セラミックを着てます。はい、最初ですね、セラミックを着します。実はですね、前の、かぶせてた部分ですね、かぶせたものとだいぶ含めてですね、除去して神経の再治療を行った上で、歯の傾き、歯の色などですね、できるだけしっかり左右の、対称性が出るような綺麗な歯並びをですね、セラミックで作らせていただいてます。はい、噛んでください。Thank you.